三小交流で電化されているフランスラルーヌ、登山鉄道三小交流による鉄道電化は、主に20世紀初頭にイタリア、スイス、アメリカで使われた鉄道電化の方式である。1901年から1976年までイタリアが主要なユーザーであったが、1906年から1930年までの スイスとイタリアの間のシンプロントンネルと1909年から1939年までの米国のグレート・ノーザン鉄道のカスケードトンネルの2つのトンネルを通る路線がこのシステムを使用した。参照交流によって電化した最初の標準期間の路線は1899年に開通したスイスのブルクドルフトゥーン鉄道で1933年までこの方式が使われた。 このシステムは、回生ブレーキで、システムに電力をフィードバックするため、特に山岳鉄道に適している。機関車は三小誘導電動機を使用し、ブラシや整粒子がないため、メンテナンスが少なくて済む。初期のイタリアとスイスのシステムは低周波数で、後の交流電化と比較すると低い電圧を用いていた。一般に二つの独立した架線と、第三フェーズ用のレールを備えた。 架空線はより複雑であり、使用される低周波数には別個の発電、または変換及び配電システムが必要であった。列車の速度は1から4速に制限され、2速、または4速を得るためには、局の変更、またはカスケード操作、あるいはその両方が必要であった。王立プロイセン軍事鉄道にて三局参照、架空線による、 高速走行試験に参加したシーメンス社製電車以下は、この電化方法を過去に使用した鉄道のリーストである2020年。現在、このシステムは専用の高架路線を建設するため送電線の配置が容易な、いわゆる新交通システムを除けば、架空の配線がそれほど複雑ではなく、利用可能な速度の制限がそれほど重要ではない。 ラック式山岳鉄道でのみ使用されている。現代のモーターとその制御システムはソリッドステートコンバーターで構築されているため従来のシステムの固定速度の問題も回避している。すべての鉄道が低周波数ではなく標準周波数725から3 0 0 0トを使用する。このリストは過去及び現在の様々なシステムで使用されている電圧と 周波数の不完全なリストである。このカテゴリは1990年代前後から多くの鉄道で使われているソリッドステートコンバーターのように機関車または動力車内で単層の電力を参照に変換して使用する鉄道には適用されない。また同様に単層電源を参照に変換する1930年代から ハンガリーとイタリアで使われた感動システムや、米国のノンフォークウェスタン鉄道で使われた、アイ分離システムにも適用されない。FS クラス E550、FS クラス E330。機関車の円単にピックアップポイントがある。長い棒コレクターに注意すること。通常、機関車の車体に一つ、二つ、または四つのモーターがあり、ギアを、T は使われなかった。 誘導電動機は特定の動期速度で運転するように設計されており、下り坂の動期速度を超えると電力がシステムにフィードバックされる。極変更とカスケードを使用して、二つまたは四つの異なる速度を可能にし、指導には抵抗が必要であった。イタリアでは貨物機関車は25との二つの速度のプレーンカスケードを使用していた。一方、 高速機関車は、極変更とカスケードを組み合わせて使用し、時速 37km、時速 50km、時速 75km、時速 100km の4つの速度が使えた。16Hz で 3000V、または 3600V を使用すると、機内変圧器なしで電源を直接モーターに供給することができた。誘導モーターは、速度変動に敏感であり、 複数のリンクされていない車軸に個別にモーターを接続した場合では、摩耗したホイールのモーターはほとんど、または全く機能しない。そのため、通常、モーターは単一の回転軸に接続され、他のホイールはコネクティングロッドでリンクされていた。このモーターの特性により、カスケードトンネルで GN の東行き貨物列車に生じた事故がある。 二両の補助機関車が突然電源を失い、列車は徐々に減速して停止した。しかし、主機関車のエンジニアは、彼の列車が停止したことに気づかず、トンネルを通過する通常の時間が経過するまで、コントローラーをパワーポジションに保持した。日光が見えなかったので、ついに彼は、機関車を止めた、そして、同じ場所で回転を続けていた車輪によりレールの、 腹部の3分の2が削り取られていたことを発見した。一般に2つの個別の架空線が使用され、3小目の配線にレールが使用されるが、場合によっては3つの架空線が使用される。分岐点や交差点では2本の線を離しておく必要がある。機関車への継続的な供給は、停止する場所に2つの活線を備えている必要がある。したがって、 オーバーヘッドフェーズごとに2つのコレクターが使用されるが、デッドセクションをブリッジして、1つのフェーズのフロントコレクターから、他のフェーズのバックコレクターへの短絡を引き起こす、可能性を回避する必要がある。第3フェーズ、またはリターンに使用される、レールの抵抗は、表皮効果により、AC では DC よりも高くなるが、かつてこの方式で使われたような低周波数では、 産業用周波数よりも影響は小さい。同じ比率ではないが、インピーダンスが大きく反応するため、損失も増加する。ブラジルコルコバードラック鉄道の3小パンタグラフ、機関車は2つの架空線から電力を受け取る必要がある。イタリア国鉄の初期の機関車は、両方のワイヤーを覆う広い棒コレクターを使用したが、その後の機関車は2つのコレクターバーが並んでいる。 広いパンタグラフを使用していた。参照システムでは2000式オーバーヘッドの複雑さのため、セクション間の縦方向のギャップが大きくなる傾向があるため、長いピックアップベースが必要である。イタリアでは長い指のコレクターが機関車の端まで届くように、またはパンタグラフのペアを可能な限り離して取り付けることで、これを実現した。米国では2本のトロリーポールが使われた。 最高速度は時速15マイル毎時であった。現在も参照電力を継続して使用する4つの山岳鉄道ではデュアルコンダクターパンタグラフシステムが使用されている。ウィキメディアコモンズには参照交流による鉄道電化に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。